87.2秒ですね。とかどこもこんなんなんですね。はい、ということで佐賀駅で下車しましたね。なんか今乗ったの、転換クロスシートなんですけど、なんか革の座布団でね、ちょっとなんか硬かったですね、椅子がね、はい。で、ここ佐賀駅はこれ高架駅なんですけど結構古そうですね、これはね。でも実際この柱とかのね、錆を見ても古いんですけども、さっき、ちょっと手前、動画ではあまり見れてないですけども、この先右に分岐するね、ところがあって、あれ多分国鉄佐賀線の廃線跡だと思うんですけども、あれも国鉄末期になくなったと思うのでね、だからその前から高架化されてたとすると結構なんか先進的というかね、そんな感じもありますね、ここはね。はい、まあ、ちょっとわからないですけどもね、佐賀線がいつ廃線されたかなって、さすがにというか知ってる人ほとんどいないと思いますしね、まあ、私もわからないので、まあ字幕で補足しましょう。で、ここ佐賀市はね、佐賀県の県庁所在地ということで、これから県庁に歩いて向かいたいと思います。今11時24分ですね。この後12時33分の特急で長崎に向かいたいので、まあ、1時間ちょっとでね、まあ 1.5 キロぐらいあると思うんですけど、それを往復、するということになりますね。まあ、ここもね、あんまりのんびりしてる暇はないですが、まあ、佐賀県というか、違う、佐賀市はね、ゲーセンは都合のいいところがなさそうなんで、まあ、サクッと済ませちゃいましょう。はい、現在佐賀駅前に来ていて、この道をまっすぐ行ってね、まあ、まっすぐ行った先、ここ佐賀城の、まあ、敷地内にあるという感じですかね。ちょっと市役所もあるみたいなんでね、まあ、軽く覗くぐらいしましょうか。はい、この、まあ、この道をまっすぐですね。はい。はい、こちら佐賀駅の南口ですけども、やっぱりなんか古いというかね、なんだろうな、なんかやっぱり古い時期の、高架化された駅のデザインという感じですかね。私が住んでる茨城県内だと、古賀駅がね、東北本線宇都宮線の古賀駅が80年代に高架化されたんですけど、まあなんか似たようなデザインという印象もありますかね。こちら、県道29号線の0キロポストですね。県道でこういうのがあるのは結構珍しい気がしますね。はい、今、こっちの道がまっすぐ行っていたところで、私は今ちょっと左に曲がってみたんですけどもね、なんか、お侍さんがいっぱいいますね。
ああなるほど、大隈重信とか、ああ佐賀の出身で、まあ、若い頃はそうですね、まだ江戸時代だったんでこんな服装という、はい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 歴史は私全然知らないんでね、まあなんか名前見ても全然ピンとこないんですけどもね。で、市役所がこの先の次の交差点では左ですかね。まあ別に行かなくてもね、ちょっと建物だけ見れば OK なんですけどね。こんなことしてるとまた時間がなくなりそうですが、そこは仕方ない。まあ、いつものことなのでね。まあ駅、そうですね。まあまだ時間はあるのでね、折り返しの時点で、間に合いそうになければもうそこからダッシュでねいいのでね。そう、今日は最終日だから体力を無駄に使っても大丈夫なんだ。これ県道294号線、これ他の都道府県これまで回った、佐賀が45番目なんですけどもね、これまで回ったところ一つもなかったんで、これは、佐賀のオリジナルっぽいですね。はい、あそちらですね、これが市役所。はい、もうこの距離から見れば十分ですね。はい、こんな感じですな。じゃあ戻ってさっきの道を南に行きましょう。はい、まあ 0.3 キロということでね、駅からの距離は分かりやすいですかね。はい、でなんかもうこの片側一車線でね、まあ歩道はある程度広いですけども、まあ、やっぱり県庁所在地としては、佐賀はかなり下の方ですかね。まあ九州はね、他の県庁所在地がいずれも、まあ、政令指定都市2つに残りもそこそこね、栄えてるところばっかりなので、人口も、まあ、40万前後はいるんでしたかね、他はね。だからその全国の県庁所在地で見てもまあそこそこなんですけども、ここだけはやっぱり、だいぶ格が落ちるなというね、気が正直しますね。これまで、まあもちろん北口にまだ行ってないのであれなんですけども、まあ、俺まで見てきた県庁所在地の中でも、まあ、やっぱ下から数えて5番目ぐらいには入るのかなという感じですかね。ワーストに、近いかもしれない。ちょっとなんとも言えないですね。ちなみに私、九州は来るのが3回目 で過去2回もいずれも佐賀県は通ってはいるんですけども、通っただけでね、確か全くどこにも言わなかったんじゃないかと思いますね。ちょっと最初に来た時はね、私小学生の時の家族旅行なんで記憶は薄いんですけども、多分言わなかった気がするので、だから、まあ、実際にねこう駅で降りて街歩きするとかいうのはまあ初めてですね。はい、はい、こちら中央橋というところですね。なんかちょっとアーケードの、ね、商店街が見えるんで、行ってみましょうか。はい、白山名店街というんですかね。ここはちょうど駅とその県庁の北を通っている通りの間ぐらいですかね。なんか場所的には中途半端な気もするんですけどもね、昔からの、古い町ということですかね、この辺がね。はい、今のところだから大体あるんですかね、九州には、アーケードがね。宮崎がどうだったかな、通ってないだけでありましたかね。もうなんかこのステンドグラスもどきみたいなのがいい味出してますね。でここは、左右方向も続いているというか、そっちがメインですかね。こっちがなんか、脇道的な感じでね。やっぱりちょっとしょぼい気がする。はい、まあ、ここから普通に、また元の道に戻りますかね。はい、こちら玉屋という、これは百貨店ですかね。これはただの天休日で、まあ潰れてるとかいうことではないと思いますけども。で、もう少しですかね。一つ先の信号がもう、その県庁の北の大通りというのかな。はい、こちらこの先まっすぐ行くと長崎佐賀空港で、右が長崎とかですね。国道264号ということで、まあ34号ではないみたいですね。なんだろう、今の行き先とかで言うと久留米とかだから、なんか34号の行き先になっているような気がしますけどもね。ちょっとその辺はわからない。
で、この正面なんか緑地があるのはこれがだから、その佐賀城のね、お堀とかそんな感じで、で右側に見えるのが県庁ですかね。はい。なんかちょっとこの工事中のね壁が邪魔ですけども、多分それが県庁だと思います。ああ NHK を作ってるんですね。ん？あの高いやつじゃなくて手前の古そうなやつですかね。ちょっと地図で見ましょうか。はい、なんか地図で見てもよく分かんなかったんですけどもね、ニャピという感じで、まあ、とりあえずどっかには書いてあるでしょうからこのまま行きましょう。わ、全面通行止めだ。どういうこっちゃね。県庁入り口はまあ左と書いてありますね。左側に行きましょうかね。はい、これここはちょっと行き止まりになってるんですけどもね、ここに佐賀県庁というプレートがありましたね。でこの正面のが旧館で、右の新しいのが新館だそうですね。本館がないのでちょっとどこに行けるのか分かんないんですけども、まあ、この旧館、旧館よりは新館の方がなんかあれですかね。じゃあ新館に行きますか。こっちのまあ適当に。こちら佐賀城址のクスノキということで、昭和51年で350歳推定ということは、今はもう400歳近くということですかね。まあこの木はね、あの素晴らしい、名木だと思いますけども、ちょっと歩道を完全に塞いでるのでね、その点はまあ若干邪魔な感じもありますが、まあ仕方がない。ここがね、まあ見るからにお堀ですけどもね、ここはなんか天守とかあったんですかね。全然わからない、例によって。はい、風が爽やか。今ちょうど気温が多分25度ぐらいなんでね、まあ、日差しは暑いですが、まあ、歩くにはちょうどいいぐらいの。はい、でまあここが一応メインっぽい入り口で、これ撮影禁止とかあったりしてまあ別にここで終わってもいいんですけどね。はいはいはい、ここはさすがにまあ新館だけあってね、ガラス張りで新しいおしゃれな感じですね。あ、なんか本当ずっと工事してる感じなんですね、この辺はね。これは10階建てぐらいですかね、11階建てぐらい。もうということで、とりあえず玄関前で OK ですね。じゃあこんなところで。これ新しいな、本当に最近できたっぽいですね。はい、じゃあ戻りましょうか。ちなみにこちらは佐賀県議会のようですね。はい、これで、今回巡る46都道府県のうち45箇所目が終了ということで、残るは一つ最後長崎ですね。とりあえずこれからね、また先ほどの佐賀駅に戻って、特急かもめで向かうことになります。駅を出たのが11時23分の、まあ、列車で着いたんですけども、今12時もう1分2分になろうというところということでね、毎度ながら時間がないですね、ここもね。まあ、早歩きで行きましょう。ここからまあ2キロ30分だから、もう結構ね、頑張って歩く必要があるんですけども、まあ、先ほどの駅前通りを戻るのは芸がないのでね、ちょっと左から、まあ、駅の脇を通る大通りみたいなところを通ってね、行きたいと思います。はい。まあ、毎度ながら本当にね、時間がギリギリなんですよね。はい、これ、県庁の北にある大通りと私先ほどから表現していたんですけども、全然大きくないですね。なんか東京のね、郊外のちょっとした、ベッドタウンのなんか古い街並み、古いというかね、その、なんだろう、再開発地区じゃない街並みみたいなね、そんな感じの通りですね、これはね。そうですね。佐賀はなんか、車社会というイメージも個人的にはあったんですけどもね、意外とというか道路が狭い。だから、まあこの辺は全然ね、郊外型の店舗とかもないところなんで、まあ、もっと南か北にね、多分、広いバイパスがあったりするんでしょうね。はい。でこの次はもう右ですかね、多分。はい、まあそこの看板はちょっと、見づらいかもしれませんが、正面が長崎竹雄、そしてここ右に曲がると福岡大和、そして、長崎自動車道ですか。ここから福岡に行くには、鳥栖経由よりもだからなんか、
直接ねこう山を抜けた方が早いみたいな、ね、そんな感じなんですかね。はい。でここからあと26分、ここねちょっと遠回りになるんで、これはまたダッシュしないと間に合わないかもしれないですが、まあ仕方がないですな。はい。ここはちょっと広い道なんですかね。そうですね、3台並んで止まってますからね。はい。でそうですね、ここは片側2車線あって、まあ南北に結ぶね、まあメインストリートの一つみたいな感じですかね。はい。でまあ先ほどまあ歩くにはちょうどいい気候と言ったんですがね、ちょっとこれ走るとなるとかなり汗をかいた状態で列車に乗ることになりそうですね。福岡までは52キロ、わからん。どうなんですかね、福岡佐賀の高速バスなんかは、ね、長崎道鳥栖ジャンクション経由の左岸クロスバスね、あれを通らずに、そのね短絡ルート行ったりするんですかね。ちょっと後で調べてみますか。52キロだとやっぱり鳥栖経由よりも短いんですかね。はい、先ほどからまあずっと歩いてますね。今日は青空ですね。天気がいい。そしてこのままずっとちょっと新しい感じの道をね、ひたすら歩いているという感じです。そこの看板では、次の道を右佐賀駅と書いてありますけども、まあ私はガード下ですかね、ガード下というかその線路沿いの道を行きたいと思います。はい、あと13分ですね。これはまあかなり厳しいけど、多分全力ダッシュはしなくて済むとは思います。はい、はい、線路まで来ましたね。この堀江南で、右ですかね。あと9分、多分これは間に合うでしょう。はい、列車発車まであと4分ですね。間に合いましたね。余裕がちょっとだけあるのでね、先ほどとは逆の、北口にちょっと来てみました。こちらも佐賀駅、まあ、シンプルな感じですかね。はい、こんな感じで、じゃあ駅に入りますか。はい、こちらまあ駅ビルという感じなんですかね。まあ1階だけですけども、結構なんかお店入って、なんでしょう、便利な感じですね。はい、で、改札はこちらですね。はい、まああと2分ですね。